県内では今日新たに九千百八十四人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。新規感染者は県発表分が五千三十五人。静岡市発表分が千八百五十一人。浜松市発表分が二千二百九十八人。合わせて九千百八十四人でした。先週日曜日より五千八百七十四人増え。 昨日の9,475人に次ぐ過去2番目の多さで、2日連続9,000人を超えました死者は9人で、県内の累計は997人となりました正午現在の病床使用率は、県全体で78.4%となっています直近1週間の感染者数は、前の週と比べて1.29倍です